第2回ビリは全額自腹地獄の誕生日プレゼント大会。わー、僕の第1回やってもらいまして、時は流れ10月、6月ののりさんの誕生日なんかね、ほんと忙しくて、イベント以外でなかなか全員揃うってはもう、まあやっとね2回目迎える。僕の時にやったのがのりさん、京平さんとターボさんとかで、京平さんが1位。そうということでですね、今回はのりさんにプレゼンをしていくと。まあまだ初めての方はよくわからないと思うんですけど、まあ3名選ばれまして、その3名が誕生日の主役の方に決まった料金分でプレゼントします。1万円って決まったら1万円以内の3人、1万円以内、1万円以内、1万円以内で買います。はい、その中でのりさんが順位を決めて、ビリだった人がその合計金額を全て自腹となるんです。うわー、のりが商品良かったんだけど、俺の靴のサイズ間違えちゃって、痛恨の一手で履けなくて、のりさんがビリになった。で、のりがもうね、ブチギレながら4万5000円。そのね、大人気企画の第2弾やっていきましょう。今回のプレゼンテーターがこの3人。お前大丈夫？絶対超外した。いや、余裕っしょ。あ、余裕なの。余裕？え、設定金額はいくら？あ、そう。じゃんけんで決めようか、じゃあ。じゃあ、僕が買ったら、1万円。リボン買ったら1万5000円。はい。代金買ったら2万円。代金のとこ行った場合、6万円かかる。やばい。プレゼンしましょう。最初、グッチョイ。1万5000円！負けたら全額払うじゃないですか。のりさん曰く、金額どうこうより、そいつの中で一番自分が負けたんだっていうメンタルがやばいらしい。さらに今回この二人はもうツケ長いからね。そうのりとの、そう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 、やばいよこれは。ポカンって言いましたけど、おーい、ということで、はい、早速じゃあ買いに行っていきましょう。行きましょう。今回の決戦の地は越谷レイクタウン。さて、どんな熱戦が繰り広げられるのでしょうか。こんばんは、こんばんは、こんにちは。バカバカ、今日も戦おうぜ。おいおい、はよ、おいずる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 。本当にノリは読めないんですよ。服とか買ってもこれはないわみたいな顔するっぽいし、1万5000円ってことで、さあどんな戦いになるんでしょうか。ここからはもう別々で、はい、ストップ。いやー、何買おうかなー迷ってるんですよね。何買えばいいですかね。でもまあ、目星はついてるんですけど、なかなかいいのが見つからないんですよ。ビリにはなりたくないので。頑張ります。まあね、俺は絶対負けちゃいけないんだけどね。まあ、なんて言ったって歌の相棒なんで。いや、もう絶対負けないですよ。もうバチバチの選んで、ダントツ優勝で行かせていただきます。はい、ということで帰ってきました。おめでとう、誕生日。おめでとう、ということで、もう悩み悩んで大苦戦ですよ。ということで、じゃあ商品を出していきましょう。わーい、何だ。クリスさんの目隠しをね、愛のある愛の目隠し。じゃあ目を開けてください。うわー、楽しみ。どうぞ。てーん、おー、結構反応いいよ。結構ビビッと来てるのある。ビビビビッと来てる。バカ楽しいっしょ、この世界。すげー楽しいな。うわー、ファーストインプレッションの順位をちょっと今頭の中でしつけてもらって。はい、一応ここ、ここ、ここでこの3つ、これが気になる。それではまずファーストインプレッション2位の発表をお願いします。2位は左のやつ。おー、誰だ。それではファーストインプレッション1位の発表をお願いします。ファーストインプレッション1位はこの方。おー、ということで、必然的にこれがビリということで。よくわかんないんだよ。それでは誰なのか発表していきます。まずこのビリのこちらはですね、時計となっております。おー、選手は大樹さん。おー、2位と1位ですけど、リボンさん、僕ですね。おお、まあここからがもうディベートタイム。そうだね、これが勝負だね。じゃあまずちょっと商品を一個一個取っていきましょう。鳥ナンバー1番、大樹さんの時計でーす。でーれー、で、これは僕のね、メガネですね。伊達メガネ。伊達メね。で、これがニューエラのリュック、でかいやつですね。これがリボンさんが選んだキーケース。で、これなんか選んでほしいらしい。そうだ、これリボンとお揃いにしたいらしいです。おお、それが気持ちな。で、これがねアゲハ、すごいおしゃれなの。これ後ろもついてて、デザインもめちゃめちゃ可愛いです。ディベートの時間1人1分しかもう喋れません。その制限時間内で思いを伝えなきゃならないということでございます。じゃあ大樹さん、よーい。多分これまあ語り由なんですけども、はい、ノリさんはまあ今紳士的な服装をするじゃないですか。やっぱりまあで、ノリさん時計持ってないんですよ。時計ってファッションとか大事だと思って、僕は G-SHOCK とかでもいいんですけど、将来のためにも活かせるかなと思って、やっぱノリさんもいろいろ活躍していく場ができていると思うので、こういうね、なんていうんですか、しっかりとした時計持っていただきたくて。同じようなもん言ってたけど、やっぱり将来のためにも組みまして、僕買いましたので大事に使ってつけてください。終了。それでは2位のリボンさん、はい、リベート
タート。はい、でこちらまず紹介したのはキーケース。おー、ノリさん車を今後買いたいと、この家の鍵もあるし手ぶらで鍵持ってるのはダサい、だからこのおしゃれなキーケース使っておしゃれに生活していただきたい。あとこのバケハ、自分が被りたいぐらいなんだけど、ノリさんこういう色のバケハないし、まあ、最近のファッションだとこれがすごい似合うと。白のね紐、俺に言うんだよ。僕が一番力入れたのこれ、こういう小さいバッグでおしゃれもしてほしい。まあおそろっちにした理由としてはメンバーでそういうのないんで今まで多分で、これファッションによっては交換できるし。終了。じゃあ僕いいですか。もう1分以内もパパッと終わりますから。それでは正義のアピールスタート。まあまあ僕はね、一緒にいる歴も違うし、歌もね2人でやってて相方だからさ、まあ、まずもうねメガネ欲しいっても言ってるのも知ってんのよ。かつもうこういうデザイン好きなの知ってんだよ。もうニューヨーク一緒に行ってるからさ、お前らと違ってその時にニューヨークでリュック一番欲しがってたから、これノリが欲しいもんだと。はい、終わりー。おお、イベートタイム終了ということで、はい、続いて30秒のフリータイムですね。フリーもしくは自分の褒め散らかす、うん、それではじゃあ大輝の PR& ディスタイムスタート。はい、まずそうですね、まあ、これお揃い、なんか気持ち悪いとおっしゃってました。ああ、で、まずこのキーケースね。ディスよ、キーケースね、やっぱりまだ、なんで車買ってないし、まあ、これもさ、まあ、うんうん、じゃ俺はさ、本当に将来のために買ったやつだね。なるほど、ね、本当に使ってほしいから、頼みます。終了。ということで、じゃあリボンさん、褒め&ディスタイムスタート。まあ俺が買ったものはノリ今後ちゃんと活かせるものを買ってるわけ。ただこれに関しては裏事情あるけど、すごい安いんだよ。もう時間なくてしょうがなく焦って買ってるとか、ね、顔がすごい。チョコ買おうかなんか久しい、その程度なんですよこの時計って。はい、以上でございます。おー、正義の一番近い。正義の PR& ディスタイムスタート。すぐワンパンで出します。まずノリさん、僕一緒にいる時間長いんですけど、あのスマホが大好きなんで時計いらないって言ってました。はい、出ません。バケハたくさん持ってます。おそろい気持ち悪いって言われてるし、リュック持ってるからって言ったじゃないですか。欲しいのよもうリュックが。はい、ということでこれいりません。これね大工一緒、車は買ってないから、使わないから別に。いらんいらんいらん、もう全然いらん。ってことは一番もらってこっちねえ。すごいな、この時間一番おもろいじゃん。いろんなディベートも含めた上での最終順位を、まずね一番安全な2位から言っていただきましょう。でも2位の人は肩を叩かれるんで。はいはい、それではノリ選手2位の発表お願いします。おお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 お、なんか怖くなってきたな。え、じゃあ2位の理由を教えてください、はい、結構みんなあのキーケースのこと言ってたんですけど、あめっちゃ欲しいっす。この小さいやつも結構欲しい。おお、普通の鍵とか入れるよっていうのが僕なくて、めちゃめちゃドストライクの、ね、この時点で俺と大輝は心中穏やかではない。急やかで一緒に言い張ってて、もうすでにどっちかが知るのよ。じゃあもう続いて、いや1位の発表します。じゃあ1位の発表お願いします。アシャストでやるじゃないのよ。ビリになってんのよ。いや、これはね、もうさすがやわ。やっぱり、見た瞬間1位。ありがとうございます。のみね、これ絶対似合うと思う。似合うでしょうね。やっぱりほんで、前回もあれなんですけど、数の問題もあるし、設定金額内でどんだけ壺を抑えれるか。そういうことね。もう何でやるんだ。あ、そう、みんなのなんか金額知りたい。金額知りたい。リボンが1万3000。おぉ、俺が1万2500。9812。やっぱ、そうなるんだ。そんな顔してんの。負け目の顔もしてる。で、合計でいくらですか ?3 万5000。はい、そしたら大輝さん、3万5000の自腹です。これね、おのおのの商品をつけたやつをノリさんインスタでアップするので、はい、そちらのチェックもよろしくお願いします。概要欄からメンバーのインスタに飛んでみてください、はい。これ、ジャズもない。じゃあ一番と、これ二人で分けるやこれ。こっちのこと分かってねえ。新メンバーとかいう絆どこ行った。頑張るよ、無敵艦隊。はい、ということで、ビリだった方は
次の誕生日プレゼント大会、強制参加。ノリが前回ね、ビデオやったんだけど、ノリの誕生日だった。今逃れてるんですけど、次も強制参加ちょっと。はい、この2名と、ターボか、これどっちかが。ああ、もう決めとくの？今、決めちゃった。ああ、ちょっと負けが決定にしよう。最初はグー、じゃんけんぽい。うわー、これですか。はい、ということで皆さん、チャンネル登録お願いします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイビー、バイビー。